交換のためホームに侵入する CR771977 年、国鉄地北線時代の上、所駅と周囲約500メートル範囲、右上が北見方面。千鳥式の相対ホーム2面2線と外側に、副本線や留置線など3本、輸送所向け引き込み線1本、駅舎横の池田側に貨物ホームと引き込み線1本。 その池田より駅標のストックヤードへ引き込み線に一本を有する。ストックヤードにはまだ木材が望みされている。生東工場専用線は東駅裏側の留置線から構内北見側端で駅標側に渡り、本線横を北甲車方面に並走した後、南7線に沿うように東へ分かれて工場へ向かっていた。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成女王所駅は、北海道北見市場所にあった、北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線の駅で、ある。電報略号はカロ。相対式ホーム2面2線を持つ、市場駅。駅舎は、コミュニティセンターとの構築である。かつては、北海道東京北見聖堂所へ当駅北見側から、専用線が伸び、 政党会社自社機による貨物運用が行われていた。また、昭和50年代には駅裏に輸送所が設置されて共有側線が敷かれていた。上所の集落がある。ABCD 広場や図書館、施設充実支柱と直結、地域の顔に、上所コミュニティプラザ落成北海道新聞 P7 全国専用船一覧によると、作業距離は、 昭和三十二年版および三十九年版二点二キロメートル、総延長は昭和四十五年版五点七キロメートル、五十八年版五点四キロメートルと記載。漢方一九百十一年九月二十一日、鉄道院国時大七十一号。私鉄の廃線跡を歩く。IJTB パブリッシング二千七年十版。刊末資料。ありがとうございます。